若者が地方で活躍する地域おこし協力隊。全国で最も多いのは北海道ですが、一人でも多くの人に来てもらいたいと新たな取り組みを始めた町があります。今年も桜マスの遡上が始まったオホーツクの清里町です。いただきます。大きなシャリだけを眺めながらのランチ。集まったのは地域おこし協力隊への応募を考えている若者たちです。6人は最終面接を前に清里町を体感するために遠くは福岡県からやってきました。私はもう登山が好きなので登山ガイドのプロジェクトでエントリーをしてるんですけど、はい、最近よく耳にする地域おこし協力隊。人口減少や高齢化が進む地方で文字通り地域おこしをしながら地域への定住を目指す国の取り組みです。一方で想像と違ったとトラブルになることもあり、そんなミスマッチをなくそうと清里町が開いたのが現地訪問会です。来られる協力隊のメンバーが何をしたいのか、それで地域をきちんと学んでいただいて、そこで自分の生き方としてどういった形に捉えていくのかと。6人は住宅やスーパーを回りながら冬にはマイナス20度まで冷え込む生活に思いを馳せていました。楽しみましょう。乾杯。そして2日目の夕方には住民との焼肉パーティーで交流を深めます。待ってるね。はい、待ってるね。清里町ってすごい潜在能力、ポテンシャル持ってるんだなっていうのを感じ取れたので、これからの活動がまた楽しみになったと思います。もっと若い人いないと思ってたんですよ。なので、あ、若い方意外とってめっちゃ失礼ですけど結構いるんだとか、ですごく皆さんが清里が好きっていうところを見れたのがすごい良かったです。協力隊の候補者たちはあさって最終面接に臨み、任命されると最速で8月から活動することになります。2009年から始まった制度なんですが、改めて地域おこし協力隊どんな制度か。まず目的は人口減少や高齢化などの課題を抱える過疎地域に移住することが目的です。活動内容としては農林水産省水産業への従事ですとか、地域の魅力を発信する PR 活動、そして地域住民の支援、例えばお祭りに参加するなどがあります。任期は1年以上3年以内で、任期終了後もその地域に定住することが基本原則となっています。伊藤さん、この取り組みどうでしょうか。とっても素敵な取り組みだなと思ってます。というのも、私の知り合いで地域おこし協力隊という方が何名かいらっしゃる中でも、実際に任期を終えた後に起業しているっていう、ご相談受けたりしたこともあったりとかして、あ、いいなって、私も若かったらやってみたかったな。ただなんですが、定住率に課題があるんですよね。そうなんです。こちらご覧ください。任期後の全国定住率は 53.1% なんです。離れる理由としましては、移住前に聞いていた内容と違ったなどのミスマッチング、そして地域住民とうまくいかないですとか、定住後のサポートがないというのも定住しない理由として挙げられるんです。矢部さん、どうでしょうか。自分の町のことって意外と見えていないので、このように全く住んだことのない人が来るっていうのは町おこしにすごく活性化という意味でもいいと思うんですけれども、この定住率を上げるっていう面ではやはり外から来た人がコミュニティに入っていけるような、地域住民ともっとつながることができるような仕掛けみたいなものも合わせて考えていってほしいなと思いますね。やはりキーワードは地域の皆さんの理解協力っていうところは大きいかなと思います。